どうもチャンネル登録者数1万人を目指す朗読チャンネルを運営している一万です本日もこのコーナーでは今日朗読していく作品を紹介していきたいと思いますこの動画は朗読動画となっております音声コンテンツとして利用されたい方は画面を見ずともお楽しみいただけますまたすぐに本編をご覧になりたい方は概要欄からスキップできますのでそちらをご利用くださいさて本日朗読していくのは大阪慶地作「空中の散歩者」です 大阪慶吉はですね年年生ままれ1945年没のの日本の推理作家家小説家となっておりますす大阪景気はですねどちらかというとトリックの論理などがとてもしっかりしている本格派の方に分類されるようなんですけれどもそれがために甲賀三郎という作家とか江戸川乱歩という作家とかにはエンターテインメント性がちょっと足りないと言われているということもあったようなんですね。 ただ、この空中の散歩者、ひいては、あの、愛国探偵横川定介シリーズになるんですけれども、このシリーズは国際的なスパイをえ探偵が追っていくというエンターテインメント性に富んだ作品なんじゃないかなと思っております。大阪慶吉の作品の中では、少し珍しい本に当たるのかもしれないですね。ぜひ、お楽しみください。それでは、改めまして、本日朗読していくのは、大阪慶吉作。 空中の散歩者ですそれでは本編をどうぞ大阪景気地空中の散歩者。機械ないたずら ある暑い日の昼近くのこと銀座の街角を歩いていた2人連れの男が急に立ち止まって大空の一角を見ながら「お<っ>と異様な叫び声を上げるといきなりゲタゲタと笑い始めたするとその近くを歩いていた他の男女たちも一様に立ち止まって空を見上げ おと同じように叫んでこれまたゲラゲラ笑い始めた。と今度はその次の人々がそしてそのまた次の人々が10人20人50人100人とついには銀座中の人々が一斉に歩道に立ち止まって空を見上げ 口々に何やら叫びながらゲラ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 と止めどもなく笑い始める不思議な騒ぎは歩道から車道に移り店舗に移って店の日よけの影からも電車の窓からもバスの窓からも顔顔顔が一斉に空を見上げてゲラゲラと笑いざわめく一体何事が起きたというのだ 見れば、なんとそれもそのはず大空の一角には「求めよ国債十五の力」と債券売り出しの赤い四角な広告文字が大きく長々とぶら下げた空の愛嬌者銀海色のアドバルーンが綱の根元から引きちぎれてふわりふわりと風のまに間に天空さして登り始めているではないか。 確か今しがたまで M 百貨店の屋上に係留されていた広告気球であるめったなことには驚かない銀座の人々もさすがにこれにはいささかびっくりしたと見え今や町じゅうの人々が一人残らず空を見上げて笑いざわめき下を見ている人間なぞは一人もいなかったそれはさてこれらの人々の誰にも増して 最も驚いた人間が一人あるここは M 百貨店の屋上おーい気球屋さん気球屋さんはどうした小鳥売り場の主任店員が大声でどなっている大変だぞバルーンが逃げちまったぞ気球屋さんはどこへ行った すると反対側の階段室から紺の背広にノーネクタイの青年がハンカチで手を拭きながら飛び出してきたがすぐに大空の一角へ長い広告分の尻尾をぶら下げながら登っていく気球を見ると「うわ!」と玉ぎるような叫びを上げて恐ろしくうろたえながら気球のつないであった一隅へ駆け出した「うは空中宣電車から M 百貨店へ」 毎日出張してきている気球の万人誌であるどこへ行ってたんだね大変じゃないかとトイレットへ行ってたんですそその間にああ畜生こいつは誰かが切りやがったんだ万人氏は鉄柵に縛りつけたまま短く垂れ下がっている係流柵の端を拾い上げて見ていたが急に交差点で。 慌てながら周囲を見回した。綱の端は何かカミソリみたいな。鋭利なもので切られたと見え、一刀のもとに切断されている。が、誰もそんないたずらをしたようなものの姿はもう見えない。畜生とんでもないいたずらだ。万人氏は青くなりながら歯を食いしばっていたが、ふと空を見上げて。 折から西風の微風に流されながら呑気そうにふわりふわりと空の散歩をし始めている気球の姿を認めると急にこうしてはいられないという様子であっけに取られている店員を後に残して夢中で階段を駆け下り始めたやがて街灯へ飛び出した万人し、町中の人々が空を仰いでゲラゲラ笑っているのを見るともう一度「畜生!」 と叫んで自分も思わず空を見上げたが大事な気球がもうだいぶん小さくなりながら東東北の方角へ相変わらずふわりふわりと流れていくのを認めると急いで気合わせた電車へ飛び乗った走っていく電車の窓から首を出しイライラしながら逃すまいと必死になって気球の姿を追い求めるが間もなく万人氏は 大失敗に気がついた。気球は大体東に向かって流されているのにこの電車は真北へ進む上の雪だ。万人氏は日本橋で慌てて飛び降りるとイライラと空を見ながら危うく自動車にひかれそうにして車道を横切り本所行きの電車へ飛び乗ると再び走り出す電車の窓から首を出し時々両側に並んだ大きな建物の影へ れれたり現れたりりするのを、しめしこうして万人氏は隅田川を渡り本所の町へやってくるとそこで再び乗り換えて今度は少し北へそれからまた乗り換えて今度は商船でというふうに際限もなく車を乗り換えては汗ぐっしょりになりながら こちらの苦心も知らないでいとものんびりと赤い広告文字の尻尾をぶら下げながらふわりふわりと空の散歩を続けていく気球の姿を血眼になって追い続けるのであった重なる開示汗びっしょりになってヘトヘトに疲れ切った万人氏がガスを抜いて畳んだ広告気球を重そうに背負って やっと M 百貨店の屋上へ戻ってきたのはもうそろそろ閉店時刻に近い夕方のことであったようよく捉らえられたね一体どこまで飛んで行ったかね内心笑いを抑えながらも同情を込めた調子で小鳥売り場の主人が声をかけると万人氏は肩で息をしながら「いやどうもえらい目に遭いました。 最初は千葉の方角へ行くかと思いましたがずっと北寄りになってとうとう印ル沼の北まで飛ばされました一時はずいぶん高くまで登りましたがさすがにこいつもガスは漏れるしくたびれはしたと見えて雑木林の中へ降りてきたところを捕まえたという次第ですどうも驚きましたところでいたずらの主は分かりましたか冗談じゃないよ そんなもののがわかかるももね。もうあのときだってすばやくすがたをかくしたとみえてみつからなかったじゃないかね。ここはアパートだからおきゃくさんの中にはどんなにんげんがまぎれこんでいるかもしれないんだからきみがきをつけるよりほかにしかたはないんだよ。どうもおさわがせしてすみません。でもわたしだってなにもふちゅういをしてたわけじゃなし。 トイレットへ行っている間なんですからね。ちっしようのないやつだなあ。あれから店の宣伝部長も来られて結局君の不注意ということにされてしまったんですからね。とにかく店としてはお客さんの手前あまり騒ぐことはできないんだからね。まあ今後注意してもらうんだね。というようなわけで。 結局この出来事は泣き寝入りということになりもう閉店時刻になっていたので万人氏は格納箱へ気球をしまって情を下ろすと思い足取りで帰っていったところでこのまま済んでしまえば気球逃走事件も何でもなかったのであるがそれから5日ばかりの後のことなんとまたしても何者かに綱を切られて 広告気球が逃げ出したのだ。しかも例によってサイドのいたずらの主は影も見えないのであった東の風に吹かれて西へ西へと流されていく広告気球を眺めて地段打踏んでわめきたてる万人氏がいかに悔しがってもどうしようもないのであるぐずぐずしていれば大事な気球は行方不明になってしまう。 してかふたたび前ととじようにあたふたとかけ出し始めた。その万人氏がやっとのことで気球を抑えてヘトヘトにくたびれながら M 百貨店の屋上に戻ってきたのはやはりもう夕方近い頃のことであった一体どうしたというのかな君誰かにこんないたずらをされるような恨みを受けるような覚えでもあるのかね 今度は宣伝部長がじきじきに出てきていった。へえ、どうもあいすみません。でも恨みなんてそんなものは人から受けた覚えはありません。恨みを受けるどころか、私の方が恨みたいくらいです。この暑い日ざかりを村山近くのはげ山の中までかけさせられたんじゃ、まったくやりきれませんよ。いったいどこのどいつがこんな太いマネをするのか。 だし,して警察へでも突き出してやりたいくらいですよまあそうむきになったってしかたがないよ困るな君の方だけじゃない僕の方だって今まで頼んでいた東京空中宣伝会社に比べると君の方はだいぶん料金が安いから頼んでみたんだがこれじゃあ全く何にもならないよ部長はそう言ってご機嫌斜めの手で引き上げていった すると部長と入れ違いに交番のおまわりさんがやってきて一応万人誌から前後2回にわたる奇怪ないたずらの状況を聴取するとお巡りさんは言ったうんなるほど少し悪質ないたずらだないや実は今日通行人が空を見上げているうちにスリにやられた人間が2人もあるんだ それからこの前の時には自転車に乗っていた商店員が安全地帯へ乗り上げて人間と衝突しているとにかく随分人騒がせないたずらだよああするとこいつはてっきりそのスリの仕業かもしれませんねパンニン氏が目を輝かせていったいや そういうことは警察の方へ任せておいてもらいたいとにかく君たちは君たちで何度もこういうことが起きないように注意してもらいたいもし少しでも怪しい人間がやってきたらすぐ知らせてくれたまえそう言っておまわりさんは迷惑そうな顔をしながら階段を下りていった万人氏も気球を格納庫へしまうと 重い足取りで引き上げていった横川氏登場それから4日ばかり後のことここは丸の内の発酵ビル読者もおなじみの国民傍聴会の事務所であるああ暑い暑い。あつい こう暑くてはやりきれないわ。今まで読んでいた写真集法を伏せてこうつぶやきながら伸びをしたのはこの事務所の所長で有名な愛国青年探偵横川帝介氏の女秘書彩色兼備の柴田に谷く古城だどうやら先生はまた例によってご病気が始まったようねこの調子では。 今年の夏はついに一日も海水浴に行けないかもしれないわ贅沢言うなよ菊子さん海水浴なんてのんきな話ではないよ先生が例の病気が始まったからもう3日になるんだ相当大きな事件かもしれないぜと言ったのは今までしきりにペンを動かして何やら仕事をしていた 会切手の重さ柔道五段の明石くんだそうよ確か銀座で2度目の気球脱走事件があったあの翌日からですもの毎日毎日急に人が変わったようになってしまってあたしたちにもろくに口も聞いてくださらない黙りこくって行方も告げずに朝から晩までどこかへお出かけになるしかも今度は 毎日弁当のおじさんよパンと水筒を持って一体どこへお出かけなんでしょうねまあ、とにかく先生ああいう妙な病的状態が始まったら必ず何か事件を嗅ぎつけられた証拠に違いないんだからまあ神妙にしてご連絡のあるまで待つべきだねねえ明石さん私 今度の先生の病的状態はあの銀座の気球のいたずら事件と何か関係してるんじゃないかと思うけどどうそうだね2度目のいたずら事件のあった翌日から先生の例の病気が始まったところから見るとそう思われぬこともないがしかしどうもなんだねあの気球事件はそんな先生が目をつけるような大事件とは思われないね。 何しろ東京中には気球なんか毎日いくかしにも上がっているんだからね。そいつをたまたま物好きな男が町の人々をあっと言わせようと思ってちょっといたずらをしてみる。と言ったようなことはありそうなことだからね。と言いながらも明くんは太った体を窓際へ運んで襟元を広げながら扇子を使い始めたが。 急に何を見たのかハッとなって思わず扇子を取り落とすと。銀座の方の空を見ながらこう叫んだ。うわ、またやった。早く来てごらん。きく子さん、また気球が逃げ出したよ。ちょうどその頃。銀座の m 百貨店の屋上では？ またしても広告気球を切られた万人氏がカンカンになって悔しがっていたがそれでもすぐに空を見上げると例によって債券売り出しの広告文字をぶら下げたかわいい天体のような銀海色の広告気球が有用迫らぬ態度で上昇しながら朝方から吹いている北寄りの美風に誘われてふわりふわりと 南の方へ流され始めているのを認め「チュッ!」と舌打ちしながら捨てても置かれぬ顔つきで慌てふためいて階段室の方へ駆け出していったするとこの時人けのなくなったその屋上の一隅から6軒と離れないところにエレベーターの天動室の裏側に隠れるようにしてお稲荷さんのほこらがあるのだが。 その祠の狐つねの中でごそごそと妙な気配がしたかと思うとなんと急に一人の人間が年の頃三十五六洋服を着て立派な人品ながらもどうしたというのかまるで子どもの遠足みたいに肩から水筒をかけ片手に食べかけの食パンを持った一人の男がいとも満足そうにニヤニヤと笑いながら 扉を開けてほこらの中から出てきたのであるすでに読者もご検察のごとくこれぞほかならぬ国民会の横川助氏だ前から打ち合わせがしてあったと見えて別に驚きもしていない小鳥売り場の主任のところまでやってくると「いやどうもいろいろご厄介になりました。 おかげで3日間の苦心が報いられついにいたずらの犯人を見つけましたよしかしどうも気球の登る10時前から狭いところでお稲荷さんと一緒に暮らしているのもなかなか苦しいことでしたわいではいずれのちほどそう言って横川氏は主任に別れると急に活発な態度になって 一気に1階まで駆け下りそこの一隅の公衆電話へ入るとすぐに丸の内の傍聴会を呼び出して菊小嬢と明石君にすぐ M 百貨店の入り口まで来るように言いつけたそれから20分ばかり後早くも勢い込んでやってきた明石君と菊小嬢を連れて横川氏は早速 尾張町から月中きの電車へ乗り込んだ一体先生はどこへ何をしに出かけるのであろうそしてまた今しがたあの気球の飛び上がっていったばかりの M 百貨店に今まで先生は何をしていたのであろう菊小嬢や明志くんにとってはいろいろと聞かせてもらいたい疑問だらけだが さすがは傍聴会の職員だ。絶対に無駄口を聞かない黙々としている横川氏に従って2人とも神妙に黙ったまま座席は市民に譲ってやって黙々とつり革にぶら下がっているやがて勝どき橋のたもとまで来ると横川氏は電車を降りて2人を従えながらやってきたのはなんと 明石町の水上警察署あっけに取られている2人を控え室に待たしておいて所長室へ出かけて行った横川氏はそこで所長さんとしばらく何やら話していたがやがて出てくると2人を連れて建物の横を回りすぐ傍らの隅田川に面した水上署の警線場へやって来たするとそこにいつの間にか 制服にあごひももりりしい署員の人が二人待っていて三人を何層も並んでいる快速艇の一つへ案内した白い船体には「はやぶさ号」と船名が記してあるまもなく快いエンジンの立動が起き上がったうん気球の番人が陸路を追跡しているよ。 いずれ適当なところでモーターボートでも借りるつもりだろうじゃあその番人さんと競争ってわけねずいぶん物好きだわ今に万事わかるよでもこれじゃあこの船あまり速くはないですね気球にはなかなか追いつけないわ急いではいけないんだ それも今にわかるまな何でもいいですわおかげさまで海へやって来られましたものでもやっぱり一度は水に入らないとなんだか物足りませんわ君たちはどうも初めて海測艇に乗せてもらったんだから無理もないがこの船が今にスピードを出す時が来たらどんなことになるか知らないんだねえ。 は、まあ、そうしていたまえそのうちにものすごいことになるから話しているうちにハヤブサ号はお台場の間を抜けて揚々たる東京湾へ乗り出してきた海の色が急に黒ずんできて波が大きく船が動揺し始めた時々白いしぶきがさっと踊る気球はと見ると もう羽田の沖辺りだ猶予を迫らず浮かんでくるはやぶさ号も急がず一定の速さで遠くの方から追って行くそれでも船が羽田の沖辺りまでやって来ると海水浴の人たちが去りゆく気球へ向かってこの時ならぬ空の訪問者に愛嬌を覚えてかやんやと歓声を送っているらしいのが見受けられたこうして、 追うででももなない、いわぬでもない不思議な追跡を続けること約1時間横浜沖辺りまでやってくる頃からさすがに気球はガスでも漏れてかだんだん疲れたように加工し始めたとこの時はるか右舷前方の海上を小安の海水浴場あたりから出てきたものらしく1隻の娯楽用の小型モーターボートが全速力で 気球が下降していくあたりの海面へ向かって失走していくさあお願いしますと横川氏が運転席へ行ったあのモーターに番人が乗っているんですあいつに渡さないでいきなり飛び出してこちらで横取りしてください急に はやぶさ号のエンジンの音が変わってきたと見るたちまち周囲の海面が漏れ上がるようになって洪水のような恐ろしい勢いで後ろへ流れ始めたかと思うといきなり船首にあたってパーっと飛び散ったものすごい滝のようなしぶきがそのまま3人の頭から真っ向にかぶさってきた菊小嬢が思わず悲鳴を上げるが しぶきは次から次へと襲ってくるので急いで持っていたケースからケープを引っ張り出して慌てて体へとまとったがもうその時はすでにスフ入りの洋服はびしょぬれであるどうだねこれこそ真の海水浴というものだ横川氏は恨めしそうににらんでいる菊子城の目に答えるようにこう投げつけると そのまま自分もびしょずれになりながらずっと前方へ視線を凝らす気球はもうどんどん下降する一方だ5 0 0 m 3 0 0 m 2 0 0 m 1 0 0ルともう間もなく長い綱の先を水面につけるであろうそいつを目指して万人の乗っているというかのモーターボートは くで近づいていてがその何者よりも早くはやぶさ号はしぶきを上げて爆進するのだ早い早い実に早いやがて気球の綱の端が水面についた万人のモーターがそいつへめがけて駆けつけようとすると間一髪 ひらりとサメのように身を躍らして相手の選手をかすめたハヤブサ号はあっと見る間に早くも気球の下に踊り込んで綱の端は警官と横川氏の手によって失っかと捕らえられたハヤブサ号は速力を緩める狭いデッキの上では横川氏と警官がエッサエッサと気球の綱を手繰り寄せる 広告文字も巻き取った大きなお月様のような気球が頭の上に降りてきたデッキへ着いたといきなり横川氏は隠し持ったナイフを振り上げて飛び上がるようにしながらなるべくバルーンの上の方をさーっとばかり切り裂いたすーっと妙な風が起こって すでにしぼみかかっていた気球はたちまちぐにゃぐにゃとくずれて見る間にいっぺんの巨大な醜い布きれと化したとおおなんとその布きれの下でまるでかやをかぶった子どものようにバタバタと暴れているものがある横川氏はすかさず布きれをまくり上げるように返しはじめたが すぐに昨日の底部のガス弁の近くどういうものかそこだけゴム引きふが一段と厚くごわごわしているところを引っ張り出すとそこにいくつも虫が食ったように焼いている二千銅花台の奇妙な穴へちょいちょいと指を突っ込んでは手早く何やらしていたがたちまち「えい!」と力を入れて引っ張るとなんとゴム引きふの一部が 急に蓋が取れたように丸く口を開けてその中からなんと異様な一人の男が踊りだした妙に顔のむくんだような浅黒い色の男だったが飛び出るや否や手に持っていた写真機のような機械でいきなり横川氏の頭を殴りつけようとしたが間髪を入れず手元に飛び込んだ水上署員の手によって バッタでも抑えるように捉らえられてしまった「皆さんご紹介します」と横川氏が言ったこうは空中宣伝者の主人公でのす。捕らえられた男は目を向いて横川氏をにらみつけたが横川氏は笑いながら相手の手から写真機のようなものを踏んだくると「うーん」 なかなか精巧な望遠カメラだね。いや、カメラばかりじゃない。その気球の機能底が二重になっている装置なんかも、どうしてなかなか立派なものだよ。と、今度は署員の方へ。こいつをしっかり縛って剪定へ入れておいてください。そして大至急。今度はあのモーターを追跡してください。 と言った。見ればたった今はやぶさ号に鼻先をかすめられたかの番人のモーターは意外な形勢に驚嘆してかへさきを巡らしてもと来た方角へまっしぐらに逃げ出している再びはやぶさ号はものすごいしぶきを上げ始めた恐るべき陰謀 万人のモーターは今や死に物狂いになったと見えてなかなか速いおまけに今度は向かい風でいたずらにしぶきばかり高くともすると獲物を見失いがちだそのしぶきを満心にやびながら横川氏は誰へともなく言ったこの男もそれからあの万人も実に恐るべきやつですよ 表面はまんまと日本名を使って日本人に化けていますが重慶政府直属のスパイ団乱議者の派遣してよこした人間です善良な国民政府下の中国人などではさらにありませんもう分かられたでしょうがこいつらは1年ばかり前に上海を経由して日本へ潜入すると 2人とも以前長らく日本にいたことがありますから早速巧みに日本人に化けて京橋の S ビルに一室借り受け広告気球車を開店してもう前からある立派な法人経営の空中宣伝車よりもずっと安い料金で商売を始め東京中の方々の盛り場へ広告気球と見せかけて 実はこの不敵な装置の観測気球を持ち回って計上し狭い二重底の中へ忍び込んであの穴から望遠カメラで東京中の精密な空中写真を撮影し続けていたのですところが最近になって東京の精密な空中写真はすっかり完成してしまったので今度は ついでに東京付近の重要地帯を撮影しようとわざと気球が切られたように見せかけて3回にわたって東京を中心とする3方面へ飛び出したのです最初の時はまる方面の海軍の重要施設を2度目の時にはまるやまる方面の 陸軍の重要施設を。そして今日はこの東京湾の要塞地帯を。とおそらく今日が最後でこれで商売を畳たたんで何食わぬ顔をして逃げ出すつもりだったでしょうが天皇開会祖にして漏らさずついにこうして抑えられることになったのですあ右です右です。右です ものすすごい勢いい勢で逃げていますよ。もう一息だ万人のモーターは我が表しの空襲を受けた栄冠のように右へ左へと体をかわしながら煙幕のような水煙を立てて爆走している後で調べればわかるでしょうがと横川氏は続けるおそらくこれは普通では絶対に入手できない。 恐ろしく精密なしかも最近の新しい東京付近の大俯瞰写真は直接重慶政府が使うものではないでしょう今後多量に輸送されようとしている炎症武器に対する交換品の一つとして米英両国へ提供されるであろうことは推察に固くありませんおや 大将もうだいぶん疲れてきたよううな。もうほんの一息だうーんそれにしても先生にはもう最初から今度のことは分かっていたのですか明石くんがもうやりきれないというように裸になりながら初めて口を切ったいやとんでもない2度目の気球脱走事件までは僕も全然気がつかなかった が2度目の時にその気球が2度に飛んでいったコースを聞いてハッと霊感が来たんだ。があまり我ながらとっぴもない考えだったので誰にも告げずにこっそりとあの高和空中宣伝車というのを内定してみたんだ。すると社員というのは。 日本人の何も知らない給仕を入れてたった3人だけなんだそれでもう一歩踏み込んで内定してみると「その2人の大人というのが鼻だ臭い」とまあいうようなわけで今度は弁当持ちで M 百貨店の屋上のお稲荷さんの祠へ隠れてひそかに監視を始めたんだ。 二日間何事も起きなかった。ところが三日目のけさ1時ごろ番人がやってきて気球を上げようと支度にかかっていると客のようなふりをしながら屋上へ出てきたその宣伝車の社長氏が誰もいない隙を見て万人と目配せをすると「さっ とばかりあの袋の穴から中へ忍び込んだのだ。弁当とカメラを持ってね。それから万人は何食わぬ顔をしてボンベから水素を入れると気球を静かに上げて。さてそれから約2時間は何事もない。が昼頃になって風向きを見ていた万人氏は 急にポケットから取り出したカミソリみたいなもので気球の綱をさっと切るとそのままどこかへ飛んでいって小鳥部の店員が騒ぎだすと自分が切ったくせにいかにも大変だというような顔をして飛び出してきた。というわけなんだ。なんでもないよ。あよし明石くん 飛び移れダダっとものすごいしぶきをあげてはやぶさ号がモーターボートのよこっぱらへのしあげるようにぶつかっていくとすわとばかりあかしくんはなかのままでデッキをけるとモーターのそうじゅうせきにおそろしいかおをしてみがまえているばんにんのからだへカッとばかりとびついていったしょうぶはまたたくまについてしまった。 それから間もなく京橋 S ビルにある鉱和空中宣伝車の書類金庫から膨大な大俯瞰写真が押収されたことは言うまでもないがそれと同時にここにこの事件の結末を飾る極めて愉快なニュースが傍聴会へもたらされたことを付け加えておきたいそれは他でもない 三度にわたって気球が逃げ出していったその経路にあたる広大な地方一帯で東京市は言うまでもなく各地方の市町村においてもこの数日来いつもより一段と激しくものすごい勢いで債券が売れ関係者を強殺せしめているというニュースである。 ご視聴ありがとうございました。大阪景気地作の他の作品はこのようなものを朗読しております。どうぞ。合わせてご視聴ください。